長期割力は中国五管末期の官僚、医師。長友、字は中継。慶州南洋軍、黒土明軒の人。長中継として知られ、その功績から異性と称えられている。長期は親孝行で精錬であったため、高齢に推挙されて、県安年官初期には調査大使であったという。青年時代に同郷の長白素から医術を学んだ。 五感末期の混乱とそれに追い打ちをかける薬病に心を痛め、感を知りて医学の研鑽に努めることになった。長期の医学は移動に精通して治療に当たると同時に筋厳さと柔軟性、強い責任感を持つことを胸とし、先人の知識を尊重しつつも患者個々の症状に応じて独創的な治療を試みたと言われている。 古代から伝わる医学の知識と自らの経験をもとに、召喚増病論を表し、後々まで漢方医学の最も重要な文献となった。河南省南陽市宛城区に、順次13年の防費があり、当館調査大衆医成長中継先生の墓と対処され、指導も立てられている。全国重点文物保護単位、ありがとうございます。